いい雰囲気じゃないの。いいね。VR シューティングやってみて。いや、あれも確かに新体験だったんだけど、やっぱガンシューティングはだな。パブジーはいいぞ。お、ショットガン物販のあれか。せっかくだし行ってみるか。ゲームワールドはいいぞ。おー、いい雰囲気じゃないの。いいね。 VR チャットは公式以外にもユーザー自身がユニティを駆使してゲームワールドを制作することができます。公式が制作するものも十分ゲームとして楽しめますが、ユーザーの発想力と技術次第でさらにすごいゲームワールドを作ることもできるかもしれません。そんな中、最近紹介されていたクレイ射撃ができるワールド、その名もクレイシューティング。 VR 環境でなくても FPS 感覚で射撃ができるとのこと。もちろん俺は VR モードで体験してみます。今回体験するのはトラップというルールです。直線に並ぶ5つの射台から25回ずつターゲットを撃つルールになっているようです。1個のターゲットにつき2発まで撃つことができ、命中した合計枚数が得点となります。今回は尺の都合上1箇所の射台のみでチャレンジいたします。あそこからクレイが出るみたいですね。で、どうやらね、このなんだろう、このコールみたいなボタン、これスピーカーなのかな、スピーカーを押すとこうするとこんな感じで出てくるらしいです。じゃあね、早速ね、銃を手に取りましょう。一瞬で持ちました。てか、でかいな。でかくね、クソでかやん。ちょっと撃ってみますか。ちゃんとね、撃つとね、なかなかいい音するでしょ。で、ここにショットシェルがあるんですが、これを入れるとちゃんと入れれるんですよ。じゃあ早速始めていきましょう。じゃあ行ってみましょう。ナイス、完璧。さあ、どんどん行きますよ。2回目。ヒュー、いいね、調子いいですよ。この調子でどんどんやっていきましょう。3回目。おっと、外した。ちょっとこっちの視点でどういう風に打ってるのかを見ていただければと思います。5回目。当たった。よし、これで3点かな、今ので。よし、どんどん行きましょう。6回目。よし、あ、3発入るんだ。なるほどね。今これ弾切れました。当たってよかった。はい、ヒュー、ヒュー、いいね、いいね、シューティングはいいね。おっと、外した。あと10回です。よいしょ。あ、もう満杯だ。いいですね。 OK。いいね、いいね。
もう何点だか忘れたわ何点だか忘れちまったわ。じゃあ行くぜ。20回目。いいねいいね。リアルじゃできないことをね VR でやるっていうのはなかなかいいもんですね。さあでは最後の一射でございます。よいしょ、いくで。おっと遠くに行き過ぎた、当たんなかった最後のオチはちょっとな残念だないやでも半分以上は打てたんじゃないかな1ラウンド中。いかがだったでしょうか。クレー射撃ができるワールド、クレーシューティング。やっぱりね、実銃は撃っちゃダメだけど、こうやってバーチャル空間の上であればガンスポーツもね簡単にできるわけですよ。いやいい経験をさせてもらいました。他にもねシューティング系のワールドっていくらかありますの で、もし興味がありましたら VR チャットデスクトップモードでもできるように配慮されているワールドも存在しますので、ね、入るだけ入ってみてるといいかもしれません。今回の動画が面白かった方はぜひとも高評価ボタン、まだチャンネル登録をされていない方はぜひともサブスクライブよろしくお願いいたします。なおこのバーチャル YouTuber 動画以外にも本編楢崎瑠海のルミナスダイアリーシリーズというビデオブログ動画も公開しております。実写のビデオブログですので、興味のある方はぜひともそちらも合わせてご覧くださいませ。